やー、ようやくね、呪術廻戦の情報修正が入ったということで、いや、一発目は、もうやっぱりこのパーティー使うしかねえだろうってことで、この虎杖真人使っていくんですけど、いやー、懐かしいね。もうこの虎杖真人、もうめちゃめちゃ昔一回も全然使ったことない。ちょっと皆さん、このスクナのボイス聞いてくださいよ。いや、もうすごい、ビブラートの申し子。すよ、めちゃめちゃ後半のビブラートがえぐいなんですけど、で、この真人のね、このボイスはどんな感じかっていうと、無限ぞハンドつながりよ広がりよ夕日が沈むまで、それじゃあですね、早速やっていくんですけど、まずゴーテンバツマル変身します。で、これでイタドリの条件を満たせると、で、これ打ってこれって、でもここら辺ね、ちょっと若干運ゲー入ってくるんですけどもう早速運ゲー入ってくるんですけどね、これ打ってこれって、で、真人打ちます。さ、もうすごいビブラートがえぐいな、ガチで。もうビブラートのことなら俺にお任せみたいな感じのサブチャンネル作れ、お前は。で、これ真人打っちゃおうか。領域展開で、ここで消せないどうやってやんのって方いらっしゃると思うんですけど、このゴーテンバツマルとね、みなかにこの闇属性付与と悪魔付与がね、このワルリン武器しかなかったせいで、もう必然的にこうなりました。オッケーさ、これで2個2で組めたらこれ解除できるんですね。オッケー、これでいきます。さあ、これでワンパンできるか。いいね、回復の4つ目も入って、オッケー、カウントさあ、初手カウント決まりました。もうね、これ最初に 2way 2個組めるかがめちゃめちゃ運ゲーなんですけど、まあそれを乗り越えたらね、なんかみんなが笑顔な世界がすぐそこへ。で、まずゴーテンバツマル打ちます。うん、で、これ打って、よっしゃ。で、これで無効貫通組んでいこうか。さあ、ちょっと頭痛がえぐいわ、みんな。すごい、みんな頭痛がすごい、なんか僕も頭痛いいですかみたいな感じのさ、感じで、なんかめちゃめちゃ頭痛が止まらないんですけど、すごい、もう人気者は困るぜ。オッケー、これで。よっしゃ、ね、今めちゃくそに首に湿布貼ってるんですけど、いや、今ならね、なんか僕のね、今日のこの動画のツイート、ツイッターでね、多分宣伝あると思うんですけど、そのツイートをね、リツイートしてくれた方から、なんか抽選で1名様に、この僕が今首に貼ってるこの湿布差し上げるんですけど、さあ、着払いで、猛毒ドロップが降ってくるようになった。どうしよう。ちょ、ここは耐久かな。このミナカがね、あと5ターンなんで、すごい耐久。なんか気づいたらめっちゃ削れとる。待て、みんな。あー、なんか神調整のおかげでここまで来れたわ。じゃあ行きまーす。さっきね、これ多分回復の4つ消し入れてなかったから、小ざっぱり死んだんだと思うんで、こんなにしよっか。よし、こんなんで。さあ、これで飛ばせます。これ行ってほしいんですけど、行ってくれ。オッケー、行かなかったわ。これ打って、さあ、20億の固定はなくなっちゃったんですけど、このパーティーの火力のなさを信じろ。こんなんで行きます。よし、これで。さあ、行けるか、スクナ。お前頑張って。ああ、10コンボは出てくれてありがとうね。オッケー、これで行ってくれ。ああ、土着ソリ回復。どうしよう。あー、さあ、皆さん戻ってまいりましたよ。ミナカのスキルを貯めてね。オッケー、これ打ちまーす。で、よっしゃ、ここでいけるわ、ようやく。これだけにか。いや、別にいいか。何のために別に温存しようと思ってたんだろう。これですわ、皆さん。やっぱこれなんですね。オッケー、これでいきます。ミナカがね、なんか溜まってなかったのが全部悪かった。その通り。オッケー、これで。いや、いいね。待って、ちょっとパーティーのね、継承の紹介をしたいんですよ、あたいは。でね、今尿意をえぐいぐらい我慢してる。いきまーす。ですね、左からですね、継承がこれ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 。オッケー、大王はない。いきまーす。じゃあ、これって領域展開。で、これっていきます。あ、えぐいぐらい闇あるわ。で、さっきさ、この階層登ってくるときに僕気づいたんですけど、このパーティー、闇列を組んだら火力跳ね上がるんですよ。見ててください、これ。これ少ないね、闇列がめちゃくそにあるのと、これ、真人にも闇列めっちゃあるから、これで。オッケー、わからん。オッケーさ、タイミング悪すぎ、全くわからんかったわ、乾燥してるか。ね、タイミングを皆さんご存知。ね、うん。
で、このパーティーね、楽しいことに、LG 誰も持ってないです。そこだけが、どうしようもなかった。じゃあ、これって、まあね、そんな時はご利用せばいいって、なんか誰か言ってたんで、で、さあ、その誰かね、誰か思い出せないんですけど、これが本当に思い出せねえんだっけ？じゃあ、こんなんでいいかな。よし、これで。さあ、無効貫通組んでたらなんとかなるやろ。さあ、みんなから浮遊とかもろもろ全部消え去ったんですけど、火力出ます？こんなにおちんこあったらいけるんじゃない？ごめんなさい、落ち込んです。これで、いいね、ここで耐えれます？これ耐えれるやろ。これで負けたら奥さん。よし、それじゃあやっていこうか。なんか思いっきり負けた映像が流れたと思うんですけど、皆さん気にしないで。じゃあ行きます。で、ちょっとね、ここで皆さんに重大発表があるんですよ。結構ね、僕の今後の活動が、だいぶ、変わってしまうような、結構、発表があるんですけど、ちょっと待ってーさあ、そう、その発表があるんですけど、それが何かというとですね、トイレ行ってきました。いや、ガチ、もう漏れそうだったんですよね、ガチで。オッケー、さあ、いっとーさあ、これ倒します。いや、マジで、尿意解放ウルワホイはガチで強いぜ、今後。なんか、長い目で見たら、ガチ強いぜ。で、さあどうしようこれ。なんかね、すごいかっこいいよね。尿意解放ウルワッホイだって、ガチかっこよすぎだろこれ。マジですごい惚れそう。ここ一回スクナだけ打って軽めのパンチで殴らじゅんします。これ無効感は、全く組める気配があります。組めるんだったらね、組めましょい。こんなんで、これでちょっとだけ削ります。このちょい削りがでかいんですわ。よし、これで一回ちょい削りいいぞ。闇であれ、いやいや間違えた、あはははは、嘘です。光であれって言おうと思ったら闇であれって言ったせいでこうなっちまいました。本当に全部僕が悪いです。ここなんですよね問題。あ、別にいっか、バツ待って、あ嘘です、いやミスターミスター。どうしよう。ここ、あこれでいいか。領域展開、地平エンドンか。あ、あるね、あるね。よっしゃ、これでいこう。さあ、さあ、さあ、これで。待って、指短くない？危ない！ガチ危ない！危ね！指ないんだったら言ってくれよ、ガチで。指ないときさ、店に入る前に、このお店は、指が少なくなっておりますって一回言うべきだろ、絶対に。その指ないの気づかんて、マジで。これ指上書きあるんだっけ？この子、ないですわ。もうずっと指ないんだ、じゃあ僕、今後の人生。あ、みなかが、なぁ、負けました！てめぇ、ぶち殺すぞ、お前！お前、ぶち殺すぞ、お前！オッケー、いきます。やばすぎるだろ、だからね、じゃあ、ね、さ、まぁ、呪術回戦なんでね、相手を呪ってなんぼっていう話ですわ。ここで、ね、ちょ、やめとこう。なんか、すごい炎上しそう。嘘で、すごい、みんな、笑顔を忘れないで。こんなんでいいや。よし、これでいきます。さあ、ちょ、加算が足りないか。うわぁ、足りない！ちょっとあれ組めばよかった。じゃあ下のあれのやつのあれ、組めばよかったです。起源万丈ブチギレ。これ 5 点打って、で少な打ちます。これ逆にさ、嘘です。何もなかったことにしてください。僕の今のこれさみたいな流れ、待って、これ本当にちょっと何をしてるのかな。すごい、なんか盤面で絵を描いてたかのようなパズル、すごい。皆さんの笑顔を切り取りたかったんだ、この画材にね。じゃあ行きます。これってなんか今日僕気持ち悪いな、いつもだよって方はね、いやーかもしいわ。じゃあここはこんなんでいいかな。これわざわざ無効貫通組む必要あんのかな。これなんか敵がすごいあれやってきてんのに、これもうすごい、ちょっと耐久しようか。これなんかもう意味ないような景色だ。あと一ターンだしね、この一ターンを我慢すればええだけの話ですわこれ。じゃあこれ我慢します。さあ左のカッパだけは絶対許さん。よし、左のカッパだけぶち殺して、で、うん、これ打ちます。待って、ちょ待って、今日のウルアホイ口悪くないみたいな感じを持ってる皆さん、私も思っております。なんでこんな今日口悪いんだろう。すごいわからん、あれかな、呪術廻戦コラボのキャラがちょっと微妙すぎた性能だったからみたいな、やめときます。じゃあこんなんで、なんか今日めちゃめちゃね、ネガキャンデーになってるんですけど、なんかすごいやってたっけ、なんかイオンとかでなんか CM、 今日はお客様ネガキャンデーみたいな感じのこと言ってた。なんかそれじゃなかったらね、辻褄が合わないぐらいネガキャンをしてしまっているんですけど。さあ7回まで来ました。でここはミナカ打とうかな。ミナカで耐久します。でその後はなんか笑顔ではにかもうね。じゃあミナカ打ちます。
で、麻痺って領域展開、これ向こう側組めるかな、あ、いけそうだな。これ逆に少な打たない方が打ちます。打ちまた、なんかすごい、誰だよ打ったやつ。これ打たなかったらこれ無効貫通組めましたよね、愚かなり。こんなんでさ、ガチ愚か、なんかすごい打ってみようかなって思った自分がいたんですよ、さっき。あ、でもあれか、今無効貫通組む必要なかったから別にこれでもいいのか。でもこれ無効貫通組んでたら多分倒せましたよね。一回死にます。さーて、とクーバーチェンじゃ耐えれないじゃん。クーバーチェン耐えれないですね、このパーティーじゃ。あー、終わりです。すごい大喧嘩パーティーです。なんかね、最初なんか調子に乗ってさ、ちょっと編成のなんか継承の紹介しとこうかとか言ってたけど、なんかうんちパーティーを紹介するだけの動画でした。じゃあこれマヒト打って、領域展開、待って、てか演出あんのかな、これ。あるでしょ多分。ちょ見ようか、演出あるかな。あるわ、かっけえわ。ちょ、これなんで今まで見てなかったんだろう、ガチで。後悔後悔。まあ、いっか、こんなんで。ちょ、下手だけど、よし、こんなんで。さあ、これ倒したでしょ。いいね、2体上限解放してるし。いや、いけるね、これは。ちょっと怖かったです。結構怖かったです。さあさあさあ、ここはウルトラマンベリアルを打てばよろしいわけですわ。じゃあ、しかもウルトラマンベリアルのこう半減もあるんでね、いいね。危ないね、これ耐えれなかったらどうしようって今思いましたよ。これ打つ、 D、 これ打って、でこれですよね。さあ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 、これ回復の四つ消しなくてもいけるよね多分と信じて、よし、こんなんで。さあ、めちゃめちゃ火力出るんじゃないこれ。ちょ、待って、この火力見ようか、みんなの火力。ここでみんなが、オッケー、カウスト、カウスト。さあ、カウストぶち決まりました。さあ、倒した。これなんで僕、毎回、5点打った後に少な打ってるんだろう。まあ、そっちの方が精神的にはいいんだけど、条件解放ループ的にはあれですよね。さあ、いけてる。で、これ、麻痺と、うわ、すげえ、文字出るんだ、これ。かっこよすぎ、ガチで。いや、いいね。いや、終わっちまったね、呪術廻戦。最終回迎えたんですよ。なんかね、巷の噂ではなんかね、バッドエンドなんじゃないかな、みたいな感じだったんですけど、なんかね、じゃネタバレやめときます。ほぼ言っちゃったようなもんなんですけど、これ大丈夫ですか、僕。いや、まあね、すごい、なんか、素敵でした。よっしゃ、これで行ってくれ。いや、いいね。このパーティー、火力だけは一丁前ですからね、ガチで。ね、すごい、二丁目まで行かないかな、みたいな。なんか、三丁目のおばあさんと挨拶して、みたいな。さ、神羅万象チョコ。お邪魔ドロップ目覚め。よし、これ先に少な打とうか、今回は。あ、しかもあれじゃん。これ、メイメイトータス出たからさ、これ闇目覚めもあってめちゃめちゃいいんじゃないこれ。ね、これ向こう間組める？これでも。あ、組めるね、全体。さ、焼肉食べたいわ、みんな、すごい。みんな、急に今、急激に焼肉食べたくなった。今から焼肉行ける人いる？すごい、なんか、僕の地元集合で、さ、これで、いや、いい火力ですよ。さあ、倒せないです。なんで？待って、すごい、待って、嘘でしょ。これ、皆さん、ですね、もう魔法石で殴るパーティーということが確定しました。いや、ガチ、やばすぎ。いや、しかもなんか、ちょっとだけ耐えれなかったし、なんか、あと HP100 あったら耐えれるパーティーなんだけど、このパーティー。やばすぎ、ガチで。いや、そんなちょっとおまけしてくださいよ、クーバーシェン。そんなちょっとだったら耐えてもいいよ、みたいな。なんでやねん、これ。いや、しかもちょっと攻撃力高くなったし、オーケー、さ、魔法石で殴っていこうか。さ、魔法石がある限り、俺は負けねえんだよ。オーケー、さ、マイキーみたいなこと言っちゃった。なんか、俺がいる限り、トーマは負けねえんだよ、みたいな。魔法石がある限り、俺は負けねえんだよ、みたいな。こんなマイキーは嫌すぎる。じゃあ、これ、5点罰丸って。で、これですよ。多分、これだったらシールド破壊できると思う。じゃあ、ここで列とか組んじまって、からの、ここで、いい感じの火力をご覧くださいよ。よし、これで。わー、でも一番左の少なだけ上限解放してないけど、まあそこはね、なんかすごい笑顔ではにかみましょう。これで。さあ、いいね。これ破壊できるでしょ。いいね。で、ここは攻撃してこないんですよ、ここ。なんて、ここは攻撃してこないんですよ、ここ。いや、すごいな。意味わからんこと言ってしまいました。日本語って難しいな。じゃあ、これ打つ。で、少な打って。これもう一体少な打っちゃう？これ。いや、でも闇あんな、結構。じゃあ、いっか、別に。ね。
ちょ、ここにあるけど、いや組むかこれで。ちょっとこうやって組むの怖いなと思ってたけど、まあ、やっぱね、怖いもの知らずですからなんで急になんか意味わからないアピールしたんだろう。なんかすごい女性にモテたいみたいな。オーケーさん、これで倒せないんかい。危ない、今半減張ってるから耐えれました。ガチ危ねえ。じゃあここはどうしよう。じゃあスクナ打って一回これで倒そうか。これ倒せ、いや怖いわ、やめとこう。これ打っとく一応。でこれ下が闇になっちゃった、かわいらしい。じゃあよし、こんなんでいいかな。これで蓋できてるでしょうか。あー危ないね。よし蓋できてる。じゃあこれで倒したでしょう。 OK いいよ。うん、めちゃめちゃいいよ。ね、空と大地が脈動する。さあさあ来ましたよ。で私はね、思いつきました。もうさっき大凶小凶の階層でこのミナカの 60% 張って受けきれなかったってことは、ねえ、僕がまだ喋ってる途中でしょうが、もう子供がご飯食べてる途中とかもう関係ねえよ。なんでも僕喋ってる途中だったんですけど、そんななんかお前一回しんどけみたいな感じで殴られたんですけど、これそうどうせね、なんですか、そう5倍攻撃力5倍の時のダメージを受けきれないんだったらもうミナカ撃っちゃおうと。そしたらこの間はね、ダメージ受けきれるようになるんで、このパーティーもうそういうことにします。じゃあ見てくださいよ皆さん、このパーティーのこれ、これでね全員上限いったんじゃない。ちょっと見てください、これめっちゃ軽く出ると思う、このパーティー。いいね、これで全員オッケー。カウントカウント、さあ一撃で半分まで削れましたよ。じゃあこれミナカ張った意味ある。これミナカ張った意味がないような気もしなくもない。じゃあこれ5点打って両面少な応札。じゃあまあ普通に殴ら順でいっかな、ここはノーマル殴ら順で。じゃあこんなんで、どうせ僕次負けるんで、次負けるの確定してるんで、よしこんなんで、さあこれで一回殴ら順します。いいね、もうこれもう負けるの確定してんの、どうにかならんですか。いやさ、もうこれ受けきれないの確定してるんだったらさ、これあえて次全員上限解放するためにこんなにした方がさ未来歩くないね。最後に全員上限解放でこれ殴って倒そうぜ。これ闇の落ち込みあるかな、闇の落ち込みください。これガチで素敵ですわ、ガチ最高。これでいいね、ミナカが70億出してるからこれでいった。次全員解放でお前を絶対倒してやるからな。お前もうそうなん、お前今だけやで、そんな生きれんの。それじゃあ倒そうか。じゃあこれ一応怖いんで撃っときます。保険はしっかりかける男さ、ハンダの男、警察に見つかったら捕まる。でこれ撃つ、でこれ撃って、でこれですよ。さあこれで全員上限解放、これでいけるか。じゃあこんなんでいいかな。さあいけんじゃない、こんなんで。なんかもうちょいうまく組みたかったけど、待って列になってなくない、そういえばこれ列になってないってことは、あーカウントしてない、あーだっただす、待って嘘です、嘘じゃす、冗談ですやん、どうしよう、待て闇列組んでなかったんだけど、待てこれ 闇のさ、なんかすごいエキサイティング落ち込み来ない、これ待てこれ嘘だ、嘘じゃないですか、すごい冗談通じないタイプがよ。これどうしようこれ、待てこれちょあーなんか落ち込んが来るんかい、待てじゃあもっと真面目に組んだ方が良かったね。これ待ていけるか、これ掘り寄せるか、なんか避けないかな、これすごいなんかすごい避けろ避けろ。さあさあ最後まで魔法石たっぷりですよ、死ぬほど絞り取られたわ魔法石、もう多分8個ぐらい取られましたかね本当になんで。じゃあこれってじゃあ最後に全員感想見て終わろうか、さっきのやつで終わったんですけどね、気持ちよく本来ならば。なんか僕のパズル力がうんちっていうことがね、皆さんまあご存知だと思うんですけど、あまりにもあらわになったということで、よしこんなんで、さあこれでいったでしょう全員、いけるか。さあこれで全員オッケー、カウストカウスト。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。